はい、どうも、ライスゲームズのライスです。というのでやっていきますか。さあ、レベル上げて、ここに来てます。まずは、レベル48で、均等、統一してるんですけど、このカービィね、カービィじゃない、カービィゴ。強い攻撃力、136。ちょっと待って、メガネどこやったっけ。今日メガネマジで、もう朝踏んだからな、今日。危なかった。割れてなくてよかった。雷突進怪力10万ボルト。なぜ突進になってるか。実はですね、これ2回目なんですけど、ド忘れ。ずるい。もうね、ド忘れがあったら、ド忘れとカピオの耐久率と、そのもう回復があったら、もう、ド忘れする、積みまくる、倒すで、もうほぼ全部、芝と最後のグリーン以外は、超余裕だったんで、ちょっとド忘れなしでいこうかなと思います。本当に思んなかった。もうね、手応えなし。もう何にも考えんで、とりあえずド忘れやって、声すりゃええやん。みたいな感じでやってたら、マジで面白くなかったね。びっくりした。ド忘れ強すぎ。ということでド忘れを忘れさせてます。で、他に技がなかったんで、とりあえず突進で。で、破壊ね。125、素早さ129、高い。すごく高い。で、踏みつけ、怒り、地震、破壊コースね。睨みつけるがあったんですけど、それを怒りに変えてるんですけど、まあ別に睨みつけるでもよかったんだけど、まあ怒りでもいっか、みたいなね。で、次、ポワルン。復讐が高い。俺、ポワルン。みたいな形になってるけど、冷凍ビーム、大文字、サイコキネス、電磁波。サイコキネス、で、あれか、シバを倒していこう。うん、なんかね、一回目やった時に、そのボツになった時は、サイコキネスあんまり使わなかったんだよな。結局、怪力に一回使ったぐらいで、別にって感じだったんだよな。で、芝。攻撃110、素早さが125という感じで攻撃が高い。で、必殺の前歯、アナホル吹雪、怒りの前歯。この怒りの前歯がかなり強いから、これをね、ガツガツ使っていきたいかなと。で、今回はですね、元気のかけらは禁止とさせていただきます。ね。ギリギリの戦いがね、ちょっとしたいかなと思ったんですけど、美味しい水はね、もうね、解禁してます。元気のかけらはなしにしたんで。で、あ、そう。なんでも直し買っとかないと。なんでも直しが、途中なんか足りんくなったかなんかで、ギリギリだったんだよな。まあ、10個ぐらい買っといて、で、回復の薬もう1個買っといて、で、残ったやつを、まあ、何でもいいか。何もね、いや。さあ、やっていこう。まずはジュゴン。アニメーション。これいつも忘れるんだよな。じっくり入れ替えタイプ終わり。よし、完璧だ。完璧にしてる。いや、マジでド忘れちょっと強すぎたね。てか、ド忘れありきやったら、レベル48じゃなかった、レベル48じゃなくても、多分ね、35、8とかで勝てるんじゃないかなって思った。そのレベルも上がっていくし。で、まずジュゴンからね。いや、今回はもうちょっとな、前回ちょっとひどかったもんな、あのボツ動画はね、多分出しません。てかもう動画も消す。もうダメ。あれは余裕すぎた。いや、こことかも、まあ、眠るじゃん。寝てる間にド忘れしまくって、はい勝ちみたいなことをやってて、うわ、全然思うねんな。もう10万ボルト連打で全部倒せるんで、あ、これね、しかも10万ボルトあんまり使っちゃいけないんだよ。あの、ギャラドス。グリーン、ギャラドス、グリーンやったかな。あいつ。で、誰やったっけ、あいつ。あ、でも、渡る、変態のやつ。変態というか、あの、金銀で、不審者みたいな、格好するあいつね。あー、こいつは10万ボルトかな。で、そのために、ギャラドスが出るから10万ボルトをちょっと残しとかないといけないんだよね。でも、パルシェンは、ちょっと防御力、180の HP が50だったかな。なんかパルシェンのね、は覚えてるんだよね。覚えやすい。まあ、間違えとったら、左遷やけどな。なので、10万ボルトをやっていくと。よし。で、ヤドランね。まあ、ヤドランも全部、虫とか、草とか弱点だけど、まあ、10万ボルト。とりあえず10万ボルトで。で、全部10万ボルトじゃなくて、怪力とかも使っていきたいんだけど、ただ、プップップ強いな、めちゃくちゃ。こい
ツドアスル使わんでも強いな。でもレベル48ちょっと上げすぎかな。ただ今回ね、ほんとあれなんで、あれだから元気のかけは使えないんで、あ、死んだら死にっぱなしなんで、ちょっと油断できないっす。で、急車だったりしたら死んじゃうから、それへんが怖いんだよな。めっちゃいい傷口使うやん。てかさ、まあ、YouTube のさ再生回数なんだけどさ、なんか一匹縛りってなんか人気コンテンツなんかな。なんか一匹縛りの方がね、なんかね再生回数伸びるんだよね。俺一匹縛りあんまりやっててあんまり楽しくないというか、なんか微妙なんだよな。これシャバでいくか。なんか微妙なんだよな。結局何も考えずにやるよねっていう感じだから、あんまり別にって感じなんだよな。これは一回一回の前歯で半分削っておいての必殺の前歯でいくか。レッドパンチ。まあ一発じゃ落ちないと。うーわ、結構食らうな。いや、結構食らうな。あ、やばいね、これ。シャバ死んじゃうね。吹雪持ってるから、あんまり嫌なんだよね。ポアルにして、ちょっと特殊高いから、特殊受けで。多分、全然、うわぁ、暴れるか。まあ、半分も食らわないだろう。まあ、全然食らう。まあ、大文字で。コリエスパー。大文字。ゲイ。よし。よーし。で、次、ノーマルタイプの次、何しようかな。次さ、飛行にするか、毒にするか。毒がいいよね。やっぱ、ニドランが使えるから。ラプラスか。まあ、プでいっか。まあ、大体プだよな。まあ、とりあえず10万ボルトか。あと10回か。ハイドロポンプどんぐらい食らう？特殊はそんなに、受けはそんなに強くないよね。まあでもやっぱ HP が高いから、その分余裕があるな。これ不備食らったら死んじゃうな。まあ普通にすごい傷薬使うか。ギュイン。まあ急所とか当たらん限りは、まあまあ普通の通常運転で倒せるんじゃないかなと。うわ、食らうな。でもこれ吹雪、まあ吹雪も変わらんか。まあ怪力でここは。よし。ラプラスね、特殊も防御力も高いからな。HP もね、割と高いからね。とか、600、600族だからな。まあギリ耐えるかな。ハイドロポンプがあんな感じだったし。うん。ただこれ回復されるかな。まあこっちも回復するけど。全然回復するけど。ギュイン。あ、このね、ちょくちょく倍速できるのマジでいいよね。ポケモン SV さ、今裏でゴリゴリやってんだけど、もうね、ポケモン捕まえるのはね、たまにだるくなってきて、これ倍速にできんかなって、もうね、日々思う。日々ね。お、てかもう8分かえな。よーし、あ、やっぱプープー強えな。このね、カンナのね、呪言が強いから、あんまりレベル低いと、あそこでね、ちょっと詰んじゃう可能性あるんだよな。それが厄介なんだよな。なんでかって言ったら、眠るがね、マジで強いんだよね。眠る禁止だろうっていう。こっちドアスレ禁止してるんだから、眠る禁止にしろや、みたいなね。で、最初は曰く、まあ、波乗り、カビゴンの波乗りで行きますか。はい、しません。最後。やっぱレベルちょっと上げすぎたな。一発やっぱチャンピオンロード抜けて、レベル上げなしで、うわぁ、曰く、波乗り。しかも曰くのが早いんだ。一発挑戦すればよかったな、レベル上げる前に。あ、やっぱ無理だったな。じゃあレベル上げてきますがよかったな。ちょっとレベル上げすぎたかな。レベル48は上げすぎか。そんなに時間かかんなかったんだよな。もう1時間ぐらい。もう倍速で1時間だもんな。よし、じゃあこれは、ポアルンで、サイコケンスでいこう。4時間って言ったら相当か。今思ったら。ちょっと上げすぎたか。レベル42、3でよかったな。いや、なんかね、途中ぐらいまでね、どれぐらいようかな。レベル45ぐらいでいいかな。で、なんか、今、物語シリーズを全部見よう途中で、まあ、それ見ながら、こう、わーってやったら、
いつの間にか誰かが48になっちゃって、あやべえ48になったなった、じゃあもうこいつに合わせるかっつってから合わせたらこんな感じになっちゃった、なっちゃった。48って結構高いよね。4対48は結構高いよね。じゃあ岩くんも、ポアルンで、冷凍ビームでいいかな。もう一発でしょ。2倍防御力カス、はい余裕、めっちゃ余裕。たださ毒タイプのさあれもさ、ニドキングが強いからすんげえいいんじゃないかなと、すげえ余裕になっちゃうんかなと思って、まあでも余裕でもいっか。最初はなノーマルタイプとか毒タイプとか結構余裕だから、で虫タイプと毒タイプを分けたいから、バタフリーとスピアは虫タイプで使っていこうかなと思います。毒はあと誰、アーボとか使ってみたいんだよな、アーボとかズバットとかで、その4体で4体アーボ、ニドラン、オス、ニドラン、アーボ、ニドラン、オス、ズバット。あと一匹やな。あと一匹。誰にするかな。またドガスの大爆発とか使いたいよね。最後の最後。グリーン使いたいよね。最後の敵で。ゲンガーか。ん？サイコキネス、急所やったっけ？急所、効果抜群か。美味しい水をガンガン使っていきの。はい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 。はい、オッケー。さあやっていこう。効果抜群だよな。効果抜群をさ、略したら何？コカバツ？コカバツになるかな？なんかロケバスみたいな。効果抜群な、略して何なんだろうな。いっぱい食らった。いっぱい食らったら長い。逆に長くなるわ。最高です。メガドレイン。メガドレインなんて覚えてたんだ。シャドウボールとかじゃないの？よし。うわ、そんな食らわないんだ。あ、でも特殊下がった。これで一発やな。身代わりか。そんな持ってたんだよな。そう、身代わり見た瞬間、え、お前持ってんだ、そんなのと思って。金なさそうな顔してるのに。ゴーストタイプの人は金ないだろう。偏見。うわー、あんま特殊下がってるか、倒せるか。いける！よし。いったいった。でさ、今さ、SV さ、レベル上げというか、まあ、なんかちょっとポケモンポコポコ捕まえていくんだけど、めんどくさくなったよ。どうしようかな。もうさ、四天王と、あそこ、なんか、マジボスの最後のところなんだけど、ちょっとレベル上げたら、もう行こうかな。で、パモット全然レベル上がらんし。で、パモット全然レベル上がんねえから、なんでかなと思ったら、なんか、ポケモン出して歩く、みたいなその機能があるんだけど、それを1000歩やった後に、でそれでレベルが上がったらなんか進化するみたいなんだけど、なんかちゃんと戦って進化させない、ちゃんと、ね、戦ってレベル上げないといけないみたいな感じなんで、結構ね条件が難しいというか、いやこれ普通の人気づかんだろうと思って。運よくパモットが本当に好きで、ここはなんか歩いて戦わして、まあ、ちょうど戦いの最中にレベル上がって進化みたいなあると思うけど、だいたい御三家を一番上にするよね。みんな経験値もらえるから調べたわ。これちょっとレッドビームするか。あー、いい傷薬。これレッドビームじゃ落ちないんじゃないか。いけ、うん、ですよね。やばい、これ回復の薬使うかな。死んだらもう復活できないんで、回復の薬をガンガン使っていこう。うぃ、使いますね。わー、これ、大文字あんまり使わないから、大文字2回当たってくれたらいいんだけど、混乱しそうと思ったけど、大文字成功。あ、てか、大木田博士もさ、ちょっと戦いたいんだよ、やけど最高。じゃあ、冷凍ビームで。大木戸博士の出し方どうやってするんだっけな。やったことないけどね。どうやってやるんだっけなって、やったことはない。ただ、あそこなんか、シオンシティの隣の、なんか、なんだっけな。トレーナーの上から3番目のやつ？上から2番目のやつかな？となんか、いろいろやったりしたら、大木戸博士が出てくるみたいな動画を、昔なんか見たことあるような気がするんだよ。このレベルで大木戸博士と戦ってみたいんだよ。
わ、サイコフェースなくなっちゃうけどいいかな。あ、でも次あれか。これ大文字売っとくか。なんで回復しないんだよ。なんやかんやんやんやん。あ、巻きつくは投資に回復したやん。これ、デンジャー打つか。まあ、こっち早いけど一応デンジャー打って。お、じゃあもう一回デンジャー打つし。うわ、あやぴか。怪しい光はあやぴかじゃん。効果抜群は？効果抜群。効抜。討伐しちゃったよー。なんだよーがいいんかな。討伐討伐みたいな。あー、これちょっと眠ったのはめんどくさいな。破壊なんかもっと踏みつけ破壊光線、踏みつけ破壊光線。10万ボルト何持ってないよね。全部ノーマルタイプやったっけ。あ、自信があったんか。あ、こいつよかったじゃん。あ、さあ全これね、パート1の時こいつ自信で全員ぶっ倒したわ。そうだ、破壊使ってたわ。自信があったからそうやった。そっか、こいつ自信忘れてないんだ。あのレベル上げするときに何だかな、怒りかなんか覚えて、で自信が一番上にあって、間違って忘れさせちゃって、なんか破壊は地面自信覚えてないみたいなイメージがあるんだよな。夢食いすげえな。まあ相手ダメージないけどいいけど、うおお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 お、夢食いすぎだろ。どんだけ夢食いよ。人の夢は食っちゃいかん。あかん。シャバーは冷凍ビームじゃなくて吹雪しかないんか。この弦が強えな、こいつ。なんこいつ。ふざけてやがる、ふざけやがって。あ、やべ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 。ちょっとさ、これさ、キルだとゴン出して、ちょっと回復するか。みんな眠ってるな。あー、ていうか、プププでいいかな。いや、そう。前回あれだ、ド忘れしてプププにやってあれしたんだ。給食食らってるね。ド忘れで余裕で勝っちゃったんだよ。こいつ強えな。ド忘れしたんだ。自信もちろん使ったけど、10万はあれだもんな。あんまり10万まだ9個もあるんか。うん、まあでも波乗り、まあとりあえず波乗りするか。剣が強えな。急に強くなったな。うわ、全然食らわんな。え、カビゴンの特殊ってどんなもんやったっけ。93か。低くはないんだけどな。やっぱ破壊の自信打ちたいよね。これちょっとプププ結構耐えるから、何でも直しに、あー秘密の鍵、何でも直しにすごい傷薬使うか。すごい傷薬と、おい。ウィン？よし、オッケー。あー、眠るね。よう眠らせるな。ちょっとこれで破壊に変えて、多分夢食いしてくる。いやー、AI はね、この時の AI はね、俺の行動を見た後に恋してくるんだよな、こいつな。頭いいとか頭悪いとかじゃないんだよね。ずるいんだよね、普通に。わ、こいつ弦が強。ちょっとプププ。で、これ夢食いしてくるよ、これ。これ回復するんじゃねえか、お前。もう回復するんか、お前。サイコケースか。ちゃんとやってきたの。ゲンガーなのになんでサイコケース持ってんねん。いい技、お持ちで。ポケモンの笛で。あー、ポケモンの笛ってそいつなんだ。なんでも直すの方が良かったんだ。もう倒すか、こいつで。でも波乗りか10万しかないもんね。波乗りも10万も変わらんしな。まあ、10万で麻痺すれば、だいぶいい感じにはなるけど、あ、ポアルンでちょっとデジャー打つか。眠らされちゃったからな。あんまり効かんもんな。ちょっと、なんでも直し、ポアルンにして、ああ、使ったんか。じゃあ、すごい傷薬をポアルンにして、デンジハウと、で、ゴンに変えて、死んでもらって、いやー、これゴン死んでもらうのちょっともったいないよな、さすがに。わあ、これ急所か。うわ、うわ、ちょまうわ、きっつ、これ。元気のかけらないとこんなにきついんだ。元気のかけらとド忘れがないとこんなにきついんだ。よっしゃ、あざっす。あー、冷凍ビーム、大文字。大文字打っちゃうか。よっしゃ、当たった。当たってくれて。これ一発落ちてほしいな。うわ、落ちないか。なんか回復するかな。巻きつく。え、なんで、なんで相手の方が早い。
なんで相手の方が早い、うわ誰か説明して、なんで相手の方が早かったの、なんで相手麻痺しとんのに、なんでそれでもこっちの方が遅いの、3分の1になるんだぜ麻痺なったら。うわしかも倒しきれない、全然倒しきれない、あいついいとこで巻きつくやってくるからな、うわ倒せない、よし最高、レッドビームなくなっちゃうよ、よしでこれ電磁波打とう、やっと電磁波打てる、電磁波とできればね全員死なずにね四天王まで来て、四天王とかしげるさん行きたいんだよな、よいしょよし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 、なんか一瞬当たらんのかと思った、 SV は当たらん場合はあれだからな、ちょっと止まるからな、ボワルーン最高です、あっていうかこれ最高ですやられたら死ぬか、負けれ、よし催眠術よかった、あーこれ回復されたらやべえなボロボロ、一回ゴンに変えるかな、ここもうゴンに変えちゃおう、ゴン変えて夢食いする、すごい傷薬を誰に使うかな、まあ、プップップ破壊にするか、破壊にしてだまひってるから地震でいけるんじゃないかな、怪しい控えするんか、いやこれもう変えちゃうか、ゴンもねあんまり死なしたくないからな、できればな、よし夢食い最高、相手バカでよかった、地震こっちの方が早いですよね、これで倒してくれる、絶対倒してくれる、よし初めから地震がねいけとったらよかったんやけどな、よしギリギリ、結構ギリギリやったな、やっぱあのド忘れが強すぎたんだな、相当弦が強かったな、じゃあ美味しい水を使って美味しい水と、ポケモンの笛を使ってガンガンね。うわぁ、この美味しい水いいんだよな。この倍速の美味しい水最高うまい、ただ、キルアは、ちょっともう死んだままになっちゃうけどな。ポケモンの笛。え？あ、ポケモンの笛ってあれなんだ。移動中使えないんだ。じゃあ何でも直して。よし。そしたら、ギャラが最初に出てくるから、プププの10万ボルトを使っていくと。いいぞ。最後の、シゲル戦というか、まあ、ピカチュウ版もシゲル戦でいいか。シゲル戦。で、まあ、味方が死んでもいいんだけど、ここでね、あんまりね、殺したくないんだよな。ギャラドス。ギャラドス全然覚えてない、ギャラドス、白竜白竜プテラ海竜かな、ギャラドス白竜白竜プテラ海竜、あと1匹足りんぞ、あいや5匹や、そっか相手5匹か、ういい格好、いややっぱピカチュウ版のギャラはね何回見てもかっこいい、はい一発、絶対一発やろ俺もう、あれあ、そっか、前回の時あれか、ド忘れしたんだ。あ、で、この時はね、ド忘れで、ゴリ押ししたんだよ。ゴリ押し、やっぱド忘れ強いよね。これで使えるから。白竜。で、白竜は、まあ、シャバで。シャバの吹雪でいきたいよね。さっき鼻毛がすげえ出るけど、どうしたらいいかな。鼻毛カッターとかみんな使ってる？俺使ったことないんだよな。なんか怖くてさ、うぐぐぐぐぐぐぐとかならんかな、大丈夫かな。多分ヒゲ剃りみたいな感じでガードがちゃんとあると思うけど。まあ、吹雪。あー、怒りの前歯やった後の吹雪は良かったな。はい、当たる。これも、あれだな、最初に怒りの前歯やった後に、必殺の前歯でいいな、その後。光の前歯の後にワオワオてかシャバあまり強くねえなこいつ、ギャいや殺させたくないからレッドビームか、まあポアルンでしとこか、うん一回光の前歯打ちたかったな、レッドビーム、レッドビーム好きね、うわ結構食らうと思った急所、まあ電磁波打つか、まずは電磁波、電磁波の有能さね。レッドビーム。まあでも次急所じゃない限り死なないから大丈夫だでしょう。
技ねえな。技すっからかやな。レッドビームあと2回なんだ。あーちょっとじゃあこれ戻すか。戻して破壊に変えるか。技がね。さあドアスレやるとあれだ。これ踏みつけにしようか。ドアスレやとね、その攻撃回数もね、使う回数も少なくなっちゃうから、それで余裕だったんだな。最初挑戦する前は、PP 足りんくなるかなとか思ったんだけど、全然前回余裕で、ボツにした動画余裕だったから、あーと思ったけど、今回ちょっとギリギリだな、ポアル。え、プテラか。破壊何持ってたっけ？破壊光線。破壊光線は岩飛行だ。あ、やべえ、間違えた。あー、いいえ、おっしゃった。何にもできないじゃん。うわ、これゴン出すかな。あ、いや、待てよ。でも、これ破壊死んでもらうか。しか、破壊死んでもらって、怒りの前歯打った後の吹雪でもいいな。あ、空飛ぶ？へぇー。ほんへんはー。じゃあゴンで。じゃあゴンで。ゴーン。あ、これ多分死ぬかな。うん。で、シャバに変えて怒りの前歯を打った後に、あ、飛ぶかな？怒りの前歯。破壊光線打ってくるんだ。破壊光線、いや、死んだか。いや、耐える。いや、耐えない。いや、急所絶対死んだ。うわ、しかも倒されちゃった。ぷぷぷか。波乗りか、10万ボルトか。まあ、波乗りだな。スピードさん、なめぷ。なんで破壊光線打っとけや。やっぱ一発で倒せないから破壊光線打たないんだろうな。うわー、最初からプープー出しとったらよかったな。うわー、なに今の空飛ぶって絶対に外れる。空飛ぶされたら絶対外れるわけじゃないの。なんかの技やったら当たるんだよな。 SV とかやったら技がいっぱいありすぎて全然覚えてないけど。よし、そしたら最後は、あいつか。あー、吹雪なくなっちゃったからな。まあ、でも。あ、やべえな。じゃあ破壊にしとくか。あ、てかやべえな。マジでやべえな。これ破壊光線打たれたらやべえな。こっちの方が早いけど、踏みつけて連打して勝つ？これちょっと待てよ。あ、ちょっと待てよ。本当はポアルンで、レッドビームにしたかったけど、いや、一発耐えるやろな。あ、一発、いや、一発耐えてもあれか。あ、やべえ、これ。次のシゲル戦やべえかも。倒せんかも、勝てんかもしんない。あ、待てよ。これ破壊光線さ、破壊光、いや、激凛でも破壊光線でも死んだよな。でも相手ね、大文字、雷、だから外す、外す。踏みつけ。で、ひるむ。大文字、優しい、優しい渡る。しないよね。よし。やけど、よし。まあ。やけどの回復の薬あるから。いや、回復したところでやけどね、実際。これまた大文字とか、破壊光線。防御力はそんな高くないんだよな。で、海竜の種族値何倍だっけ ?140 ぐらいあるよね、攻撃力。イエーイ。ポアルンでレートビーム打ったら4倍か。レートビームあぶねえ。ふぅーふしゃー、大文字外れた。一発じゃないだと。うわー、これポアルン死んでほしくないなー。いやー回復するか。レッドビーム、よし。ですよね、ですよね。半分以上、いや半分以上食らって次何するっていう話。うわー、ここ急所やったらなー。大文字しかない。今回今一つなんだよなー。まあ大文字で、あー魔界光線で、わあポアルン死んだなー。死ぬか生きるかのレベルじゃなかったな。ちょっと無理だったな。うわー、ボロボロになっちゃったな。やっぱあれか、きつい。じゃあこれ破壊光線、破壊の破壊光線で、こっちの方が早い。
よし。OK。これ、ちょっと無理か。ちょっと無理か。ちょっと無理があるか。レベル48ちょうどよかったかもしんないな。うわぁ、これちょっとなぁ。あと2匹しかいないんだよなぁ。やば。いや、まあいけるやろ。2強が揃ってるからな。あ、美味しい水。2強が余ってるから大丈夫だろう。まあ、大体もう強いやつがの生き残るよねっていう話よね。弱いやつは淘汰されるから、どうしても。で、相手最初にドリルだから、プーでいいかな。10万ボルトで。さあ、行くか。いつものね。本来やったらピジョットなんだけど、ピカチュウ版では、鬼ドリルと。ドゥルン、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 ドゥルン。違った。サンドパンだった。そうやった。前回やった時もそうだった。でも関係ない、ナルノリ。そう、可愛い毒針撃ってくれるんですよ、こいつ。可愛いよね、毒針って。好き。一発じゃないけど、まあね。まあそれぐらいくらいだよね。まあね。可愛い。毒針可愛い。でも背中のトゲで毒針とかやったら超強いけどな。なんか技変わりそうやけどな。レベル50。でもやっぱりプププなんだな。船。まあ、怪力、もしくは特進で。まあ、怪力だな。さっき光線。サイキ光線だったらそんなに威力60、倒せるかな？いや、倒せるやろ、さすがに。じゃあ回復するか。ちょっともう、プしかいないから。プププとか破壊しかいないから、回復するか。うわぁ、相手回復しないんだ。半分、よし。あ、混乱しちゃった。でも怪力。スプーン曲げ。何？なんだっけ？命中が下がるんか。よし、オッケー。うわ、混乱ってか、フーディン怖かったなぁ。フーディンちょっと包むとこやったなぁ。なし。ん？波乗り？波乗りと何持ってたっけ？ 10 万ボルトか。波乗り10万ボルト、効果ありましたか。怪力。地震、破壊光線。まあ、破壊にしとくか。地震は今回、ま、一つ。あ、待ってください。もう、踏みつけでいいか。踏みつけにして、こっち絶対早いから。なし、めちゃくちゃ素早さの出力値低いから。お、同じ踏みつけか、いいね。こっちの踏みつけの方が圧倒的に強いけどな。お、ヒルンで、よし。もう一回踏みつけ。で、その後、破壊光線や。踏みつけでいいな。踏みつけでいいな。踏みつけ 100% だし。はい、オッケー。踏みつけ同士。なんかアニメーションにしたらめっちゃ見にくそうな争いになりそうやけど。レアコイルは、電気で冬とかも持ってないから地震で落ちも、これ一発よ。これも一発よ。これは絶対一発。レベル12の差があっても一発よ。はい、お疲れちゃーん。硬い。え、そんなに防御力硬いんだ。なんか特殊が高いイメージやけど、死ぬか。死ぬやん。やばい。あと、プププしかいねえ。鋼じゃないもんな。怪力で。うわ、電磁波撃ってくるんか。これ動けんったら結構やばい。うわ、やばい。いやの音、食らっちゃった。やばい。うわ、最後ブースターなんだよな。やべえ。ブースターの前にパルシェンか。パルシェンは攻撃力高くないから、とりあえずこれ回復の薬使って、いや、なんでもないし、で、これ倍速にして、で、あれだ、美味しい水でずっと回復しよう。うわ、これ、嫌な音がやべえな。殻で攻撃するは水タイプだから、そんな全然痛くないんだけど、もう少し動けるかな。10万ボルト。うわ、レートビーム。もう関係ないか。いや、最後のブースターやべえな。うわ、すげえ食らってる。え、そんな食らうの？あ、レベル3、レベル20、あ、レベル13もあるんか。あ、でもまあ、いや、ちょっと計算しなかったけど、耐えるかな。あぶねえ。あぶねえ。ちょ、満タンの薬使うか。満タンの薬。あ、満タンの薬なかったっけ？回復の薬があるんか。すごい傷薬で、一回回復して、
もう一回回復する？あー、いいね。これいいよ。美味しい水で。だいたい空に挟むか。うわ、2回で終わっちゃったか。だいたい3か4が。うわ、トゲキャノン。うわ、トゲキャノンいってえな。これも倒しちゃうな。うわ、これ5回やったらやべえな。最後のブースターで。よし。うわ、これ。うわ、これどうなんだろう。最後のブースターって、取り替えますかって取り替えれんだろう。誰も生きてねえだろう。波乗り。で、落ちるかな。あ、リフレクター、かわいい攻撃で。これ突進されたら死ぬけどね。攻撃出力値高いからね。130あるから。うーわ、波乗りそんだけしか食らわないんだ。まあ、波乗りで。あ、電光石火かわいい。かわいいけど結構食らう。そんな食らわないんだ。あ、ならこれもう回復で終わるか？回復したら勝ちか？どう？あ、勝った。もうこいつは電光石火と、突進とか持ってないんだ。よかった。突進持っとったら終わっとったな、さっきのタイミングで。よかった。ブースター、あざっす。なんでブースター選ばれてるのかわからんけど、ブースターあざっす。いやー、ギリギリだったな。最後さ、リザードンとかでもやばかったな。てか、物理技のやつ、特殊、なんかプテラとか、カイリーとかやったらやばかったな。危ねえ。よかった、ブースターで。ブースターよかった。ブースターあざっす。ブースターあざっす。まあ、ドアスレがなくてもこのレベルだったら勝てるな。レベル45ぐらいがちょうどよかったかもしれないな。ちょっと上げすぎたな。よーし、天皇は俺の勝ちと。で、次回はね、このデータでオーキッド博士とね、ちょっと戦ってみようかなとは思います。あ、いや、できないんだっけ？ピカチュウ版は。あれ、どうなんだっけ？あ、ピカチュウ版できないんだっけ？セレクトバグが解消されたっけ？できないんだっけ？やっぱミスったな。ピカチュウ版でするんじゃなかったな。でも、ピカチュウ版でやりたかったんだよな。AI がやっぱ頭いいからな。そうだったな。セレクトバグなかったんだ。ちょっと調べてなかったら、次回、毒タイプのみでやっていこうかなと思います。あ、いいね。いや、頑張ったよ、破壊。レベル、ガンガン上げていって。で、ピクシー、ポアルね。まさかプリンが出ないというね。プリン、使っとったらどうなってたんだろうな。シャバはね、後半まで、中盤まで良かったけど、後半がもうガッタガタなんだもん。あんまりいられたもんな。で、キルはね。キルあとゴンね。なぜかキルあとゴン。その辺で捕まえたやつ。え、こいつらはレベル上げなかったんだよ。よーし、無事クリアおめでとうございます。プレイ時間18時間。18時間もやったかな？ 18 時間やってないけどな。倍速がひどすぎて。ということで、今回は、ここまでにして次回、毒タイプもしくは大木戸博士と戦っていこうと思います。いや、オケダ博士多分無理だな。